皆さんこんにちは、おちいらのです。今日はですね、私の春から夏に向けてのコーデを12体かな撮ってみたので、そちらをポイントも含めていろいろ紹介していきたいと思います。それでは早速スタートです。まず最初はこちら、最近スナイデルで購入したワンピースを主役にしてみたんですけど、淡いブルーのカラーが可愛いので、他の小物はブラックでまとめて上品な印象にしてみました。特にこういう可愛いめのロングのワンピースには、髪型をこんな感じでポニーテールにして黒いリボンを結んであげるとすごく上品な印象になるので、おすすめかなと思います。可愛いですよね、このコーデ。そして続いてのコーデはこちら、アウトレットで購入したニットを主役に、他は結構統一感のあるカラーでまとめてみました。背中がガバッと開いているので、後ろ姿がとても可愛いコーディネートかなと思います。後ろのデザインがちゃんと見えるように、さっきと同じく髪型はポニーテールにまとめて同じリボンをつけてるんですけど、黒なのでそんなに目立たないリボンだから、さりげなく可愛くしてくれて、このリボンのゴムはお気に入りです。そして続いてがこちら、前 GU の購入品でも紹介したスカートを履いているんですけど、このスカートが本当に万能だし可愛すぎて最近よく着ています。カチューシャはスカートと同じカラーのものを合わせてみました。このね、アウターもサテン生地なので、こういうカジュアルな格好に合わせてあげるときらめいてくれるので、超万能アイテムだなと思って最近よく使っています。靴はミュウミュウのサンダルを履いて、これもサテン生地なのでアウターの素材と合わせて統一感を出してみました。続いてはこちら、このコーデね、めっちゃお気に入りなんですけど、トップスがね、まさかの H&M で、形が超可愛くて着回しも効くし、このパンツをブラックとかにしてあげても可愛いし、そしてね、何気にこのカチューシャがプラザなんですけど、プラザのカチューシャとかシュシュとかめちゃくちゃ穴場だなと思って最近まとめ買いしました。このコーデも全体的にピンクベージュっぽい印象でまとめてみたけど、トップスの形だったりズボンのサテン地がツヤっとキラキラする感じなので、可愛い印象も残しつつ楽ちんでカジュアルなコーデです。こちらはモノトーンコーデです。カチューシャがね、めちゃくちゃ可愛くて、これはファンの方からいただいたものなんですけど、全体的にシンプルなコーディネートなのでカチューシャをポイントにしてみました。ワンピースはザラなんですけど、形がすごく可愛くて、パフスリーブの形も綺麗なので着痩せして見えるかなと思ってお気に入りです。ソックスは H&M なんですけど、透けてる素材なのでこれからの季節にもぴったりだし、セットでいくらとかだったので安いし、素材感も気持ちよくてお気に入りのアイテムです。続いてはちょっと大人っぽいコーデです。私的になんかチューのなんて言うんだっけ、こういう短いカーディガンみたいなやつ、これがすごいお気に入りで、ピタッとしているので上半身すごく細く見せてくれるし、トレンドに合わせた印象になるので、結構ブラックなので、今回はピンクのこのサテンワンピースと合わせてるんですけど、いろんなアイテムにも合わせられるし、インナーとしても着られる万能アイテムだなと思います。ワンピースね、これは H&M なんですけど、これ中に T シャツ合わせたり、上からもっと緩めのカーディガン放ってあげても可愛いので、スリットも入っていてスタイルアップもするし、とっても万能アイテムでお気に入りです。しかもピンクの色味もね、超可愛いの。これはい、続いてはガラッと変わってちょっと可愛い感じのコーディネートです。ワンピースはこちらも H&M なんですけど、柄がすごく可愛くて形も可愛くてお気に入りのワンピースで、ちょっとねウエストが大きかったので私後ろを自分で縫ってちっちゃくしたんですけど、柄物はやっぱり春に着たくなるので1枚持っているといいかなと思います。ピアスはゴールドで、靴もゴールドなのでそこを合わせて、バッグは白でシンプルな感じにしてみました。やっぱりこういう柄物とか可愛い印象のお洋服の時は、他のものとかカラーだったり素材とかを統一してあげると子供っぽくならないのでおすすめです。こちらのコーデも結構可愛い感じなんですけど、このワンピースね、ちょっと前にザラで購入したもので、素材がなんだろう、硬すぎなくてすごく柔らかい生地なので、着やすい上に超可愛くて、インナーとしてもいいし、1枚で着ても主役にもなってくれるワンピースかなと思います。白のワンピースにポイントでこのロビンメイのバッグでピスタチオカラーを入れてちょっとポイントにしてみました。こういう白いワンピは1枚持っておくと本当に便利で、じゃん、こんな感じでトップスをプラスしてあげるだけでガラッと
印象の違うコーデが完成するので、とっても万能なアイテムということが伝わりましたでしょうか。ブラックのカーディガン、これはハニーミーハニーのものでカーディガンなので前を開けてきても超可愛いんですけど、こういう襟付きのワンピースはブラックを合わせてモノトーンにしてあげると超女の子らしくてめちゃくちゃ好きです。このコーデもうね、若いうちしか着れないぞと思って最近よく着るんですけど、こういうコーデはめちゃくちゃ好きです。でもバッグがちょっと黒子の片押しになってたりとか、そういうポイントポイントで可愛くなりすぎないようにこういうコーデを組むときは気をつけています。そしてこちらのコーデ、さっきよりだいぶ大人っぽい印象ですかね。レースのトップスをインナーにしてサロペットのワンピースを合わせてみました。結構サロペットのワンピースは子供っぽくなりやすいので、こういうレースの素材だったりちょっと大人っぽい印象に仕上げてくれるトップスを入れるとバランスの取れたコーディネートになるかなと思います。ちょっとこの日は大人っぽくしたい気分だったので、ピアスもゴールドのものをつけています。こういうちっちゃいバッグを合わせたのもポイントかなと思います。やっぱちっちゃいバッグ流行ってるだけあってコーデがまとまった印象になるので、アクセサリー感覚で持てていいなと思います。こちらのコーデはインスタにも載せたんですけど、もうトップスがこれフィクション東京のジョガーパンツとセットアップになってるんですけど、この日は別のスカートと合わせてみました。このねトップスがめちゃくちゃ細く見せてくれて、カーディガンとしてもトップスとしても着れるし、こうやって後ろにねリボンを結ぶ形になっていて、お腹とかチラ見せしても可愛いんですけど、このスカートも形がすごく可愛いので細く見せてくれます。これもお気に入りのアイテムとお気に入りのアイテムを合わせたコーディネートです。このスカートは丈がこう下に広がっている形のスカートなので、上にボリューミーなトップスを持ってくるよりもタイトめなトップスを持ってくるとよりコーデにまとまりが出ておすすめです。靴もヒールを履いてスタイルアップさせてみました。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。最近は結構韓国通販のチューとかディーホリックとかでお買い物することも多いので、また新しく買ったものも届いたら一緒に紹介したいと思います。こんな感じで私ルックブックをお家で撮る工夫がまだできていなくて足りないんですけど、こんな感じで鏡越しに頑張って撮りためて、またコーデも紹介していけたらいいなと思うので、リクエストなどありましたらぜひコメント欄にお願いします。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。それでは、おつゆらのでした。バイバーイ。